中国から来たマジックで、英語ではチャイニーズリンキングリングという名前です。実は日本ですごく有名なマジックなんですけど、これを持ってアメリカに行って、そこからいろんな国で呼ばれて、最近中国で呼ばれて1500人の前でこのマジックやりました。こんなちっちゃなマジックをこんなちっちゃな道具で。そうでもね、すごくね、変な言い方です、人種を超えてマジックってね、世界中の人をつなぐと思ってるんですけども、これをね1500人前にでやってくれって言ってくれるクライアントさんがいる、そういうね、それを見せたいんだって言ってくれたことがすごく嬉しかったので、それをね今日はこのね皆さん、そしてこれを見てる人たちのためだけにやってみたいと思います。 OK, now I want to use rings called Chinese Linking Ring という名前ですね。 Watch careful, I do this, I spin it、こうやって回してあげて、あとは触るだけなんです。こういう感じです。It's very simple. Yeah, you can see it. Watch, right here. 叩くんですけどね、普通は。これね、叩くの小さくしていくと、だん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 ゼロに近づいて、この状態で押すだけで入るんです。これね。Watch, try it again. I know, it's very slow. こうするとパズルみたいでしょ。It's not puzzle. It's very nice. ほら、ゆっくりやると綺麗でしょ。実は早くやるよりもゆっくりやる方が難しいんです。 1, 2, 3 こうするとほら3本と1本 3 and 1 2 and 2 1 and 1、ね、例えば普通は叩くと音がするじゃないですか。ゆっくりやると音がしなかったりとか、ね、なんか笑っちゃうでしょ叩くのも下じゃなくてもここら辺でもいいんですよ。こうするとほらここでほらでしょ。さらにこれ慣れてくると片手でつなぐこともできます。ほら That's actually good. そう、こうすると人によってはこれをパズルと思う人がいます。 But it's not puzzle. 人によってはこれはトリックだと言います。おっしゃる通りですIt's just a trick. 例えばこのリング絶対外れないんですけれども、これ深いですよ。このリングは絶対外れないんですけれども、 It doesn't separate, but you can see looks like it come from there. It's an illusion. ね、イリュージョンみたいでしょ。 And you can see that it's linked, right? Yes?つながってでしょ。これ前から見ても横から見てもどの角度見てもね、つながってでしょ。カメラを見ないであげてください、ね、この状態で少し下がってこれを少し平らにするとほら、つながってるのが立体的だと分かるけど、平面にすると急に分かんなくなるでしょ。ほら、じゃあゆっくりいきますよ。そのままいきます。このままゆっくりと引っ張ると、まあ無理ですよね今中でこうやって面白いもんで、絶対無理と思ってても、もしかしたらできるんじゃないかなって一瞬思うじゃないですか。それがねマジック の, 重要な要素なんです。自分でもね練習してる時はこうなんですよ。リングを普通に持って鏡の前で持った時に、もしかしたらこれ横から見たらば、鏡の前でよ、横から見たらもしかしたら最初から入ってないんじゃないかとか想像するんですよ。で前から見たらこれ入ってるんじゃないかって、もう当たり前のようにやってますけど、普通だったら不可能なんですけど、その不可能を可能にするのがマジックで、そしてこんな古いマジックなんですけれども、世界的に評価をされていると、ね、皆さんのイマジネーションで作ったマジック、チャイニーズリンキングリングでした。どうもありがとうございました。Alright, today I would like to show some magic with something. あるものを使います。この中にいくつかのものが入ってるんですけど、お見せしたいと思います。はい、キャティ。グラスを持って。その中にまずコインを投げ込みます。 I have a copper coin. 銅貨があります。見えない人は音に注目ね。ちゃんとコインがあるのが分かると思います。 And I have some Chinese coin come from China. これ真鍮のコインです。金色です。 Gold coin. そして最後これが、純銀のコインです。 Silver coin. 100円玉ぐらいの大きさです。音聞こえますね。はい、じゃあグラスを置いておいて、 I use a coin here. コインとそれからもう一つ使うものがあるんですけども、これです。針金です。これは見るとクエスチョンマーク。マジックっていうのは、ね、必ずね何かクエスチョンを探すのが面白いんですよ。 So when you see magic, you always have some question. 例えば人によっては How did you do it? どうやってやったのって思う人います。あと、え、いつやったの？ When did you do it? まあ人によってはですね、え、なんでそれやるの？ Why? Why? Why do you do it? That's a very important question. And I have an answer for this question mark. I have an answer.それこの財布の中にね答えが入ってます。So、you can see something right here. It's very interesting. So I know it's very interesting, isn't it? It's like an answer. And now you have a question. これ見るとなんでって思うじゃないですか。There's an answer. This is why. Right?
It's nice, right? So this is like an answer for the question. So when you find answer, you are happy. ね、これ大事なんです。こういうふうになんか答え見つけるたびに笑顔が増えるんです。So now I want to show you some magic. So I don't need jacket because it's kind of hot. So I just put it over here. I want to show you little by little. Today I use a coin. I mean coins. 3枚のコインを使います。その3 coin trick。ね、そういう言い方をします。So, Nancy! I almost spoke out of it. Okay, Nancy, how are you? Okay, good. Alright. Nancy, I have a question. こうすると中でどれが一番大きいですか？銀色のコイン。Yes. This is a little bit bigger. Can you see it? Can you see that? This is a little bigger, right? It's a little bigger, but almost same size. You can see that. It's an illusion. こうやってるとほら、若干違うように見えます。これは膨張色なんで大きく見えます。遠近法いきます。ほら、近づけていくと、だん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 同じサイズに見えてきます。片目をつぶって眼鏡を外すとそういう風に見える。いやいや、外さなくていい。そう、これこそなんかサイズが微妙に近づくでしょ？ね、カメラマンがこうやると。で、こっちを前に出すと、当然のものはこっちの方が大きく見える。当たり前じゃないですか。But it is the same size. That's the whole point. I use three coins here and I want to show you some magic with these three coins. ね、おかしいでしょ ?So I use this coin and I hope you enjoy my trick. That's the whole point. So now, you can see that. じゃあ、名前行こう。ナンシー。キャシー。そして、Of course, you are Kanade. なので、まず調べてみてください。Kanade、もちろん覚えてますよね。Okay, じゃあ調べてみてください。で、触ってもいいですよ。So I use these. Okay? This is Chinese coin. Beautiful. And this is a copper coin. And silver coin. ね。3枚のコインを使ってマジックをしてみます。Now I'm gonna show you some magic called three coins across. というマジックを見せます。Okay, watch. I'm gonna move coin. 右手から左手に移します。One, two, three. はいよ。これ簡単だ。I toss the coin. 空中で1枚のコインを投げてあげると、ほら、まず1枚目。ほら。This is a copper coin and Chinese and a silver coin. 1枚ずついきます。This is a Chinese coin made in USA. これアメリカ産なんですよ、実は。アメリカで買ったんです。そう、だからちょっと出来がいいんです。and also, this is American dollar. アメリカの銀貨ですよ。純銀製の。It is American dollar made in China. パチモンです。でこの状態でパチモンの銀貨を投げてあげると、ほら、こうするとこっち側で、ほら。ほら、ね、2枚でしょ？こっち側見てみると、ほら、これ確かに1枚じゃないですか。じゃあ、このコインが左手から移ります。ワン、ツー、スリー。こうすると移ったように見えますけど、実際に移ってないんです、ほら。そう。Now I have two coin and one. 中国のコインと銀貨と銅貨。ね、この状態で、あとはゆっくりと、この感触を消してあげると、ほら。これで1枚、2枚、3枚。3 coin trick。ね。あれ。Okay, alright, so 思ったより冷静なので続けようかな。So now I have a three coin here, so Kanade, could you hold this? 実際持ってみる結構重いでしょ。It's very big coin, heavy coin. So I want to use this coin here. もともとはこのコインはちょっと大きかったでしょ。金針見える？こうするとほら。I know, it's amazing, right? そう、こうすると1枚ほら元のサイズに戻ります。例えば、じゃあ一番リアクションの微妙に薄いキャシーのために、はい、キャシーのためにじゃあ一つやりましょうね。キャシーにはマジックが見えます。その他の人にはマジックというよりは、ジャグリングというか、技が見えます。だからちょっと雰囲気が違いますけど、楽しんでください。ですか？はい、いきます。キャティ、I have a question for you. Which hand has coin? こんなシーンありましたね。こうすると、どっちですか？ああ、さっきやったの覚えてますね。じゃあ今度スローモーションいきます。I'm gonna move very slow. Watch. One, two, three. Like this. So now which hand is coin? まさかない。そして、黙ってて。ない。まず、袖なんか見てみます？今すごい間抜けな図が起こってますよ。ないですよね。大変申し訳ない。実は右手の後ろ、ここです。ほら。ね。So it's very hard to hide. It's a big coin. That's the whole point. Like, where's the coin? It's right here. これおかしいでしょ。これこうするとなんかすごく大きくなったように見えるじゃないですか。If you see from that side, large and medium and small. 大きさ違うの分かりますね、そこからだと。でも今こっちから見ると遠近法で全く同じサイズになります。ね。ですよね。It's magic. It's illusion. Yes, I know. All right. So now I'm gonna do this. I just use this one. Watch. I drop coin here. Snap finger. Point. Pop up hand to the hand.Right to the left, I can do faster, like this way. I drop coin. こうするとコインが消えます。消えたと思う人と目で追う人。で、これこっちにないんですよ。実際にはこうやった時にここの
裏から出てくると思うと必ず逆の方にあるんですよ。ほらこれが、so I was cheating, I mean, I was manipulating coins. コインをね、いろいろ操ってるんですが、たくさんのコイン使ってました。I was using small coin, large coin, and I was using a lot of coin like this. Thank you very much. ということで、3枚のコインのマジックでした。よし、なんか、こんなやつを。2組のカードを使うんですけれども、1組はあの特別なカードで、あの印刷されたカードを使います。で、あのこの中から1枚のカードをまず選んでもらおうと思うんですが、こちらのカードはこちらにまだ置いておきます。じゃあ、指をこちらからこう動かしていって、自分の好きなところでこれだってのを指さしてください。お願いします。あ、それなんだ。変えますか？大丈夫。はい、じゃあそのカードを抜き出して、じゃあ僕一応見ないにしますので、そのカードをまず見たらば実際にあのカメラに見せてあげてください。お願いします。僕には見えないのね。いいですか？でカメラね、そこね、見せてあげてください。そしたらその裏向きの状態で置いてください。はい。そしたらこの一組の中から今度はね、僕は大切なカードを抜き出したいと思います。いきますね。7枚ぐらい抜き出します。1、2、3、4、5、6、7枚ね。そしたらこのカードは特別なカードなので、こちらに一応置いておきます。ですか？はい。そしたら、皆さんに質問があります。正直に答えてください。なんで笑ってるんですか？この中で自分は正直者だという方、手を挙げてください。正直者だったら、まあ比較的私は正直だなって手を挙げていいんですよ。もちろん周りの人はそういう目で見ますけれども、正直な方ですよね。じゃ あのこの中で今この場だけは正直になってくる人は手を挙げてください。ですよね。はい。じゃあ正直に答えてください。今この選んだカードは赤いカードでしたか、黒いカードでしたか？赤いカード。赤いカード。ということは、あの全てのこのね、この黒いカード、これ全部必要ありません。これ、ね、イマジネーションカードなので、黒いカードだと思い込んでください。いいですか？はい。これはいりません。じゃあ黒いカード？赤いカード。赤いカード。ハートとダイヤどちらでした？ハートですか？そしたらこちらのダイヤ、これはいらないんで、ダイヤのエースから金まで、これをこちらに置いておきます。ごめんなさい、もう一枚ます。一応大きい数字か小さい数字か、エースから7までが小さくて、8から13までが大きい、どちらでした？小さい。小さい。本当ですか？あ、もちろん信じます。じゃあ大きい数字いりません。そしたらこの状態でカードを並べていきます。ここから1、2、3、4、5、6、7枚、エースから7まで、1、2、3、4、5、6、7、選んだカードが例えば4だったら1、2、3、4枚目を指さしてください。選んだが7だったら7枚目、どれが選んだカードでしたか？これです。これ、はい、ということはエースじゃなかったんですね。はい。3でもなければ7でもない、はい、これあの全部ね、4、5、6も違いますね。はい。これ開けると、あ、ハートの2と、先ほども言ったようにこれ全てイマジネーションカードなんですけども、一応確認しますね。確かにこの2枚目のカードがハートのということで、どうもありがとうございました。日本でこんな風なシアターがあるって言ったらすごい不思議な感じです。そういうところをやっぱり作りたかったんでね。作っちゃいましたね。ありましたね。もうマジックキャッスルそっくりに、本当そっくりじゃないかっていうぐらい。別にこれに反響はないからいいんじゃないですか。クレーム入るんじゃないかっていう、ね、でもこれね、最初写真見た時にあれキャッスルの写真じゃないかと思ったんですよ、うん、はいはい。それこれでも僕だけじゃないですよ、なんかいろんなお客さんがこうキャッスルみたいって言ってたから、はい、これはねもう褒め言葉だと思うんですよ。みんなこうタキシードとかね、女性はドレスを着たりして、これで全然過ぎてないんですよね、普通に歩いても。あ、もう全然、あのね、地味な格好してると恥ずかしいですよ。はいはい、うん、だから僕も頑張ってタキシードとか着ちゃったりするんですけど、全然違和感ないですよ、うん、やっぱりかっこよく気取りながら楽しく過ごせる場所っていいと思うんですよね、うん、マジックをね、はい、わざわざこうおしゃれして見に行くっていうような、そういう空間がすごく僕がマジックキャッスルに憧れていて、僕のショーの時にあの来てくれた人で、あの、うん、中国のイフっていう、はい、マジシャンイフ君っていうすごい青年なんですけど、はい、イケメン、はい、もうイケメンでもう中国じゃすごいらしいですね。すごい人気だっていう話ですね、高青年で、高青年 でマジックに情熱があって、ハーフムーンのヒデさんがね、ヒデさんが連れてきてくれて、はい、でもそのね、ヒデさんがつないでくれて、だからこの展開でリオさんと僕とそのヒデさんとイフ君とそれからあの匠君、はい、5人がマジックをね、やっぱね30分1時間も熱く語ってるって、あの状況ってなんかマジックキャッスルの夜の
11時ぐらいのいい雰囲気がここにあるなっていう。その場にいたのはすごく幸せだったし、そういう空間が作りたかったんで、うん、なんかすごい嬉しかったですね。これだけの人が集まる場所なんだと思って、うん、なんか写真もいい写真が上がってた。なんか匠さんかな、今ここに出てますね写真またそれ後ろで、僕ですか、後で写真載せりゃいいんすねみたいな感じそう、あの写真いいですね、はい、なんか本当にセッションしてて普通に楽しく過ごしてる感じ、うんうんうん、あれは面白かった。ああいう時間が日本で過ごせるっていい時代になりましたよ。昔はなかなか